皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野天風の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います2019年2月18日月曜日暗号資産草コイン中野研究会はい、皆さん今日はね緊急なお知らせがあります緊急なお知らせがあります えー、初めて、ね、この動画を見る方も今まで、ね、ずっと1年間見てきてくれた方そして個人コンサルティングを受けてくれてエクサコインなどを、ね、買ってくれた方または、えー、特別医療会員になっている方全ての方に、ね、とても重要なお知らせがありますこれはね、あのー、まだ未公開そして未確定情報ということにしておいてください、えー、ビットコイン ETF が アメリカの SEC と日本の金融庁で同時にダブル承認されるという情報が入ってきました。えー、この情報が入ってきました。これはですね、あの勘違いされる方がいるの,いるので、えー、これは未確認情報ということでですね、えー、この情報をも、えー、あにコインを、仮想通貨を買われる方は十分に注意をしてください、えー。これは未確認情報ということで発表させていただいておりますから、 私の方にね、メイソン・リーの方、えー、情報から入ってきて、えー、いよいよですね、情報解禁ということで、えー、私の方でね、初めて発表させていただきます。これは未確認情報ということにさせてください。す、え、べ、ー、ての責任は私は負いません。<laughs> でね、ここね、えー、2、3週間、すごく忙しかったです、私はね、えー。1月明けてずっと忙しかったですね。で、なぜ忙しかったかというとですね、 この情報が、あのーまあ、去年から入ってきてました知ってますよね去年から入ってましたよね日本の金融庁でビートコイン TF が承認されるとそれで金融庁が、えー、否定したと、えー、火のないところに煙は立たないんですよそれでアメリカのセックと日本の金融庁でダブル承認ですから太平洋を挟んでねダブル承認のインパクトがどれだけ大きいかということでですねあ,のあるシンジケートで 情報が入ってきてきですね、えー、私は日本のメイソンリーのですね仮想通貨の、えー、担当者ですから、あのー、日本にねあのフリーメイソンの方っていうのはたくさんいるんですよ。フリーメイソンって宗教団体フリーメイソンですからねあのあ。いるんですが、メイソンリーの方とそのご子息家族とご子息の方っていうのは非常に少ないです。ただ日本全国あのバラバラにお住まわれててですね。 えーまあ、今回ね、ね、まあ、このような情報があるということで、えー、ぜひ、ね、あの仮想通貨、あと草コインを購入したいというねねの、えー、の方の、ね、メルソンリーの方のですねご家族とそのご子息です、ね、の方のに対してですねあの国内海外口座の開設とあとは、えー、メジャーコイン、メジャークサコイン マイナーコイン、マイナクサコインのですね、買い方のレクチャーをしてきました。だからコンサルティングじゃないんですが、まあコンサルティングはやったわけありません。<laughs> やったわけありません。あくまでも講座解説、まあパソコンの設定ですね。パソコンの設定を、えー、この3週間ね、日本全国かけずに <laughs> 回ってました。なので、なかなかね、動画を上げることもできなければ、ライブをやることもできなかったんですが、 いよいよね、爆上げということで、で、これ、情報がね、解禁されたので、どうなってるかというとですね、あのー、はい、こちらですね、ビットバンクのビットコイン j p を見てください、こう、爆上げですよ、ビットコイン。日本円に対してビットコイン、これね、今日の、えー、2019年2月18日の朝6時ですね、情報解禁されて爆上げしちゃいましたね。 うんちょっとやばいですね。でリップルも爆上げですね。これも朝6時の情報解禁ですね。爆上げしてます。で今回ね、ダブルでの ETF 承認、まあこれ未あ、あくまでも未公開ですからね。えー、未公開、未承認、えー、ですから、はいあの、投資は自己責任ですからね。あくまで私は投資情報を流しているものじゃないですから、はい。私の自分の感想を、ただ、あの 個人のですね、はい、あの言論の自由で喋ってるだけですからね、はい、これを信じて、買って損したとか、それはなしですよ、そんなの。それは、あのー、投資は自己責任ですからね、十分に注意してくださいよ。はい、あの、イーサリアも爆上げですね、イーサリアも。モナコインは、まあ、ちょっとドメスティックですからね、日本のものですからね、ビットコインキャッシュも爆上げ。 はい、ビットコインキャッシュ、BCC、ビットコインも爆上げですね。こっちですね。はい。で、財布の方もビットコイン JPY 爆上げですね。やっぱ上がってますね。うん。で、やっぱりね、私の、まあ個人的な予想ですよ。個人的な予想ですと、えー、太平洋挟んでね、 えー、アメリカとね、日本で、まあ、アメリカの SEC がビットコイン ETF に承認すると、アメリカのヘッジファンドはアメリカで買うでしょ。アメリカのマーケットでビットコイン買う。ビットコインとかイーサリアム買いますよね。あとリップルか。これ3つだったかな。で、日本は日本のヘッジファンドが、えー、日本、日本マーケットで買いますよね。ETF をね。だから、多分私の個人的な予想だと、まあ、ビットコインは200万まで一気に駆け上がるんじゃないかなと。 200万円ぐらいまで、200万か300、一気にね、ほんで、おしめをつけて、え600万くっということになる、550万から600万これになるかなと、そして、まあ、余力があれば800万までいくと思ってます。それでね、まあ、去年、私はその、えこの、日本を牛耳ってるね、4つのファミリー、まあ、えぇ、 ロックフェラーとロスチャルドとあとはあー例のヨーロッパのムーなんとかっていうとことあと中国の華僑の、ね、リーさんリー一族と、えー、情報を、ね、交換してきたんですけれどもやっぱりねその私はね仮想通貨はビットコイン ETF の承認っていうのは、えーまあ、オプションがあるからねビットコインオプションの償還日 s、ES、q 日があるから その SKB いつですかって話だった,かだったらその、えー、年末だと年末だって話だったんだけれどもでももちろんだから12月末だと思ってたわけですよね私はねしたらやっぱり <laughs> 世の中の年末はやっぱりあれですよあの世界を牛耳ってるる4つの家族の1つのリーさんの中国の旧正月ですね旧正月が、えー、先週終わりましたよね なので、えー、今日の月曜日の頭からバカげと。だからこれで、えー、まあだから年末ってのはもねし、そうですね、これからビットウェイ TF の S q 日が間に合うんじゃないかと。まあそういう風に、えー、僕はにんでます。<laughs> それで、このコインポストの,の方ではですね、あの仮想通貨のいろいろな世界のですね、えー、情報をいち早く載せてるホームページなんですけれども、 コリアまで、あ、載ってないですね。ただ、えー、9日間停滞してビットコイン相場が急,、うん、急上昇しているという、えー、のがあ挙げられますね。あとは、アメリカ初の <laughs> 仮想通貨を財産として認める法案がワイオミング州で可決したとかね。あと、楽天も仮想通貨取引所をやるとかね。えー、いろんなものがありましてですね。 あとモルガン JP モルガンがですね、JP モルガンの社長か会長でしたよね、ビットコインは詐欺コインだってってね、ずっと言ってましたけど、JP モルガンが自分で JP モルガンコインっていうのを作りましたから、ふざけんな、この野郎と、ふざけんな、この野郎と、JPM コインっていうのを作って、あのーはい、ビットコイン TF ダブル承認に乗っかろうとしてますから、ね、こいつらね。 とうさんくさい支配しちゃって言うと怒られちゃうけど、あと日本は日本政府がですね、JP、ジャパンコインっていうのを使っています。これも仮想通貨ね。ジャパンコインで給料支払いしていいよってことに、厚生労働省が法律通しちゃいましたからね、あのとんでもない爆上げしてますあとは4。あとは4月1日からあの労働者、外国人労働者が合法化されますから、特にフィリピンからのね出稼ぎ労働者があの合法化されるんですよ。 そうすると、フィリピンの方は日本でたくさん給料稼いで、えー、フィリピンでね、待ってる家族とかね、家族に、えー、出稼ぎのお金をですね、送るんだけども、えー、それね、どうするかということなんですよね。で、なんかいろんな人がね、要は別にね、銀行間のですね、国際送金すれい,いじゃないかとかね、言うんだけれども、待ってくれと。実情を知らない人がそういうこと言うんですよ。で、フィリピンの家族、 フィリピンで待っている家族は、農村ですから、農村、農村の銀行なんかないところですから、ね、フィリピンの都市だったらありますよ、農村とか漁村ですから、銀行なんかないし、銀行口座なんか持ってない人ばっかりですよ、ね、そういう人に対してどうやって国際送金するんですか。 ね、日本には銀行いっぱいあるし銀行口座持ってない人なんか一人もいませんよ多分ね郵便局の口座も持ってますよど誰なんか1個は持ってますよでも世界のほとんどの人は銀行口座なんか持ってないですよもちろんクレジットカードも持ってないですよそれでどうやって国際送金するんですかねだから仮想通貨なんでしょうとそれで仮想通貨は銀行いらないんですよ銀行いらないんです あのピアトゥーピアのブロックチェーンでできてますからスマホ1個あればいいんですよインターネットにつながったスマホ1個あればスマホからスマホにですね世界中どこにいてもスマホからスマホにですね仮想通貨を送金することができるんです間に銀行を通す必要は全くないんですよあのそのウォレット ID っていうお財布のね ID を指定して送金すればビットコインであろうがイーサリアムであろうが ノアコイン、まあフィリピンのね、ノアコインであろうが、リップルであろうが、なんでも、あの、そのお財布の型があってれば、送れるんですよね。それで、世界の政府はすべて仮想通貨に動いてるんです。それをね、やっぱり、あの、実情を抑えないと、全くわからない人にはわからないと思います。はい、体の値段も上がってきましたね。 プラスこれ1日ですよ。イーサリアムはなんか1日で13.8%上がってるんですよ。ふざけんなって感じですよね。ビットコインキャしても1日で1割上がってるんですよ。100万円買ってたら10万円上がってるんですよ。1000 10、ね、万円買ってたら100万円上がったんですよ。100万円儲かったんですよ。はい。それでね、えー、ちょっといいですか。ちょっとその前に、えー MT4 ですねドル円相場を見てみたいと思います。はい、ドル円相場なんですけども、今日は全然動かないですね。アメリカがですね、プレジデントデーということで、休みなんですよね、ニューヨーク金融マーケットがね。なので、今日はね、僕、41万円ですね、利益が。41万円。で、これはですね、まあ、昼間これ76万円ぐらいまであったんですよ。で、ここもね、さっき70万円ぐらいまであったんだけど、 えー、こう準備動画の準備してる間に今、下がってきて今、41万円ですが、まあ、決済しません、これは。あの自動で100万円になったら決済するなっていう、ここにね、100万円になったら自動決済入れてありますから、差し値がね、決済差し値入れてありますから、えー、まあ、あの損切り差し値も入れてありますし、あのまあ、41万円とか40万円ぐらいでね、あの40万円欲しさに決済なんかしないですよ。 <laughs> どうでもいいから <laughs>。はい。まあ私は通常はですね、もともとこういうレンジ相場ではあのエントリーしないですから。はい。で、50万、100万が欲しいからってこういうエントリーをしないです。で、1回エントリーしたらですね、えー、最低でも500万。うん、で、まあたい1回のエントリーで5000万円ぐらいをですね、一1回のエントリーで5000万ぐらいかな。500万円から5000万円を えー、狙いいに行くってうですから今42万円ですけどこれは別に私としては、えー、本意ではないのでい、えー、なくなっちゃうゼロになっちゃっても別にいいよという感じですねこの40万円欲しさに、えー、FX やってるなんていうのはちょっと、うん、どうなんでしょうかなと思いますから、えー、もっとね大物狙っていかないといけないし男ならね えー、やっぱり1回、ントリーしたら500万から1000万以下っていうのは普通は狙わない,わないと思いますけどね。だから1日45万じゃあ、えー、1日45万だとそうですね一月で900万,900万しか稼げないですから、えー、1年間で1億しかいかないんですよ。1年,か1年で1億円しかいかないので。 1>, 1, 1年で10億円稼ぐにはどうしたらいいかっていうのを、もっと知恵をね、あの、知恵を絞って考えてみていただきたいと思います。だから FX 系 YouTuber の人は、本当にこう、スズめの涙を稼いでいってるな、と言うと怒られちゃうからね、あまり言いませんが、えー、今日 FX は45万円のプラスということですね。はい。でですね、こちらの資料は、 えー、東京セミナーの後にですね最後に行った小倉九州の小倉セミナーです、ね、の資料で、えーそれね、2017年の価格・総通貨の価格上昇率ですねどうなってたかというと、まあ、ビットコインは2017年1月1日はです、ね、13万5000円だったんです。よねそれが、えー、と年末一番高いところで239万円になったので えー、17.6倍になりましたね17.6倍だから2017年1月1日に10万円を投資していたら、えー、176万円になったということですねでイーサリアムは58倍になったので580万円10万円が580万円になったよということですねはいそれでこの <laughs> リスクってやつはですね261倍になってるんですよ仮想通貨ってものすごい倍率があるんでレバレッジなんかかけなくて現物買いでも全然大丈夫です 261万円なんで10、たったの10万円が2610万円になるんですね。でリップルは、なんと0.6円が176円だったので、えー、236.6倍ですね。2366万円ですね。10万円がですよ。で、ネムはね、0.8円が131円になったので、1676万円。10万円が1676万円。1万円投資したら167万円ですね。 ライトコインもそうですし、で、一番あの上昇が大きかったのがモナコインですね。2.9円が2272円になったと。で、783倍だったので、10万円買ってたら7836万円になってたんですよ。マンション買いますよね、これ。高級マンションね。あと、ペペキャッシュなんかも0.05円が29円と。これは本当、草コインですね。はい、0.65円ぐらい、たったの29円ですよ。 29円しかなってないんだけど、581倍になってます。まあ、このようにですね、このように仮想通貨の,あの上昇率っていうのはねあの、計り知れないんですよ。株とか為替なんかっていうのは眼中にないほど爆上げするんですよ。で、今回ですね、去年が下がりに下がった相場だったので、今回ですね、いろいろな情報も噛み合って、むちゃくちゃ今年は上がると予想されてます。 ね、それで、草コイン、私たち長野研究会はね、仮想通貨草コイン長野研究会ですからねあの、正式名称が。で、草コインはこんなあの上昇率じゃないんですよ。覚悟して聞いてねっていうことで、これね、ちょっとあの参考ページをあの、はい、あの参考させていただきましたありがとうございました。なんと、XP っていうですね、エクスペリエンスポイントっていうですね、草コインがあるんですよ。で、この草コインの買い方、日本では買えないので、 海外で買えるのですね、あの買い方はですね、えー、私に個人,個人依頼、個人のレクチャー依頼をしてくれれば1万円かかりますけど、1万円プラス交通費、で宿泊費がありましたら宿泊もかかっちゃうんですけど、えー、千葉県松戸島で来てくれたら、まあ、1万円だけでいいですよ。これの買い方でどこの取引所で買えるのかっていうのは全部レクチャーします。で、その場で、まあ、あの買い方も全部一緒に買ってもいいですよ。 1>, で1年でなんと11万4514倍になりましたから <laughs> ですから2017年の1月時点でまあこういう安い価格だったんですけどもえー、だから1年後ですね2018年の11月には、えー、11万4514倍になりましたと <laughs> だから XP ってエクスペリエンスポイントっていうくさくいんですが 1000円分購入していたらね、1年間持っていたら資産が1億円以上。たって1000円ですよ。だから、だから、一応、これね、XP っていう草コインを1万円買ってたら、11億円になったわけですよ。1000円でも1億円ですよ。1億1000万ですよ。送り人になっていたと考えると、いかに草コイン投資賞が可能性を秘めてるかがわかりますと。もしね、XP10 万円分買ってたら、110億円ですよ、あなたは。<laughs> はい。 次も参考させていただきました。ありがとうございました。コインオタクさんですね、えー。バージっていうね草コインがあるんですよ。これも日本では買えません。ただ海外では簡単に買えるので、買い方は、えー、またレクチャーしますので、私まで、まあ、電話とか LINE で、えー、ご連絡ください。メールはねあんまり見てないんですよね。でこれはですね、1年で、えー、1万2900万になったんですよ。この草コインがね。 バージは日本で草コインが注目されるきっかけになった仮想通貨です。2017年の1月には0.0023円でしたが、2017年の年末にはなんと29.67円。えー、まあこれも大した金額じゃないですよね。まあ、すぐ行きそうですよね、こんな金額ね。12,900倍ま <laughs> <laughs> でなりました。ビットコインやイーサリアムなどの有名な仮想通貨は取引量が多いので、もうすでに価格が上がりにくい。ビットコインは1年間で17.6倍でしたよね、さっきね。 に対し、て草コイン投資法は仮想通貨投資法の中でも特に大きな利益を上げることができる投資法であると言えるのですということで仮想通貨に投資する方法っていうのはあのいくつかに分類されてるんですよ分類,分類いくつかっていっぱいあるんですねでその方法っていうのはあの例えばこれ株の場合と ドル円 FX、外国為替 FX の場合と仮想通貨の場合でど,どこがどう違うのかというのを、えー、図解説明していますね。まあ、動画で説明しているのがあって、これ有料会員さんだけが見れるようになっているんですけどね、はいで。仮想通貨の投資法がここにありますよね。 でこれに、えー、プラスアルファして、今はレンディングっていうですね、仮想通貨を貸し出して利益金利を取るっていう方法もあります。あとは ICO ですね、プレセールス ICO で買うと爆上げが期待できるっていうのもありますし、まあ、詐欺も多いので、ね、気をつけなくちゃいけないですよ。あとは、えー、FX もありますし、アービトラージ、マイニング、えー、それらの、えー、最低取引。 なんかあ、いろいろあります。あと、ね、メジャーコイン投資を草コイン投資をいろいろあります。<laughs> で、ここら辺もですね、まあ、セミナーで、えー、いつもお伝えしてるんですが、まずはね、今も本当に忙しくて待ったなしなんですね。先ほども言いましたけれども、えー、爆上げしちゃってるんですよ。ですから、もしね、 えー、わずかなお金、本当に1万円でもいいですし、5万円でも10万円でも、えー、先ほど言ったようにですね、えー <laughs> まあ、基本的には100倍とか200倍になるんですが、だから1万円あればあ、10万円買ってれば1000万かあ200倍、200倍だったら200万ですよね。 1>, 1万円買ってたら100万とかね、200万くらいしかならないですが、わずかなお金で大きく狙えることができる。過去の実績ですよ。これからは、えー、また分かりませんから、す、え、べ、ー、ては、えー、これからですからね、あのあの自己責任になりますが、えー、ただね、この爆上げもここまで上がっちゃってるんで、悔しいですけどね。ただまあ、冷やしにな、戻すとまだこんだけしか上がってないので、 買うなら今ですね。買うなら今です。で、ビットコインまた、その、これ、ゴーン、カルロス・ゴーンさんが捕まっていったここまで落ちたんですよ。70万円台から62万円まで落ちて、ファーウェイの副会長が捕まって、ドーンと落ちちゃったんですよね。で、また上がってきてますから、これもうまた70万円台に入っちゃうと悔しいですよね。今まだ、ね、35万円台だったのが、えー、まだ41万7000円ですから、買うなら今ですから、 あの上がってきちゃいますからね、早く、えー、個人コンサルティング依頼をしていただければと思います。早くしないとまた埋まっていっちゃうんだねでね、ちょうどね、日本全国あの、ある特殊な組織の方のご子息、家族とご子息の方のですね、個人コンサルティングがちょうど終わったところなので、今はちょうど時間があるかなということです。 そうですねあとまあ、奴隷の方は私は今、54万円まで上がりましたね、利益がね。ただまあ、はした金なんで,で、ここにちょうど100万円になったら利益決済できるようにしてるし、はした金したら怒られちゃうからね。はした金とは言ってないんですよ。あの大切なお金ですよ。ただ、自分のルールを守れない方が、ここに来たら自動決済されますから、100万円でね。ここに来たら。だから別に全自動になってますから、 はい、あのジャンプ機の自動パイロット、自動航行モードになってますから、あ全然で、ここの自分ルールを守れない、例えばここら辺でね、あやばい、53万円の決済しちゃえと、落ちたらどうしようっていうのは、本当にチキンリグイですね、まあ、その人は大物になれません、ですから、年間10億稼ぐにはどうしたらいいのかっていう方法は、あの逆算していけば分かりますけど、まあ、あのそういうことも。あの 私のやり方をお伝えしてもいますので、FX の方もですね、なかなか勝てないで困っている人,人がいたらですね、私の有料会員に入るか、それか、えーまあ個人こまあ、コンサルティングという言葉が悪いよね、コンサルティングをやってるわけじゃなくて、自分のやり方をお伝えしてるだけなので、えー、個人レクチャーですね、を依頼していただければと思います。はい、それでは、今日は未確認情報ということで、 えー、ビットコイン ETF がベーセックと日本の金融庁で同時にダブル承認されるという未確認情報をお伝えさせていただきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。